はい、どうもジャップルです。今回はマーベルレジェンドの X-Men 97シリーズのサイクロプスをレビューしていきたいんですけれども、あちらのフィギュア僕予約をミスってしまってできなかったので、あの店頭で購入しようと思いトイザラスに入荷日に行きましたが、香川県のトイザラスね、2店舗あるんですけれども、どちらも X-Men 97シリーズ自体が入荷していないという事態が発生しまして購入できず、でそこでですね、僕の地元宇都宮の友人ヒロアケッチ君が宇都宮のトイザラスでサイクロプス購入したよっていう LINE が来てたので、もっと在庫が残っていれば俺の分も買っといてくれるっていうことで依頼して、今回ね届きましたので、ヒロアケッチ君のおかげで入手できたので、こちらをね開封レビューしていきたいんですけれども、まあ、どうやらいつも通りサイクロプスのフィギュア以外も何かしら入っているっぽいので、まずはこの箱を開けて、この箱の中からサイクロプス救出していきたいと思います。でヒロアケッチ君が言うには、なんか X-Men 関連の関連付けたものを入れてくれてるとは言ってたんです。楽しみではあるんですけれども、開けていくと出た、いつも入れてくる忍たま乱太郎の変なバッジ。このキャラ自体をね、あの僕知らないんで、ちょっとこれはスルーしますね。お、オリオン通り、僕の地元宇都宮のね商店街オリオン通りのマップ、なんでこれが入ってるのかも、ちょっとこの辺は、あ、ちょっと待ってよ、何これ、ずっと宇都宮、結婚子育てするなら宇都宮、宇都宮のパンフレットいっぱい入れてくる意味がわからないんですけど、ちょっとこれもスルーで、これですね、これ石川さゆりのレコード EP ね、これはくれるって言ってて、僕結構ねこういう昭和歌謡好きなんで、これは普通に嬉しいやつですね、ありがとうございます。でここから結構、あ、なんだこれ、あ、レモン牛乳、半熟せんべい、え、ちょっと待って、うわ、これね、レモン牛乳、栃木宇都宮のね、まあソウルドリンクであるこのレモン牛乳、まあ、僕も小さい頃からよく飲んでて、まあ県外に出てしまうとね、なかなか、たまーにスーパーとかでなんか栃木フェアとかで売ってたりはするんですけど、それのお菓子がなんかいっぱい入ってる、チョコウェハースね、これ僕もたまにね地元帰ったらお土産で買っていきますけどね、お、なんでこれをいっぱい入れてくれてるのか、あ、サイクロプスいた、ちょっと待って、うわ、全部レモン牛乳だ、あ、なるほど、わかりましたわかりました、これもか、レモン牛乳ドレッシング、美味しいのかな、昔レモン牛乳のレトルトカレーっていうのを、あの関東レモンのねレトルトカレーを買って帰ったことがあって、激まずだったので、このドレッシングそれっぽい気がするんですけど大丈夫かな、まあ、このレモン牛乳ね、関東レモンのものをいろいろ入れてきて、まあ、X-Men に関連付けてっていうのはちょっと意味が分かったんで後で説明するとして、サイクロプスこちらですね、やったー、やっとゲットできました。これはマジで嬉しいですね。ということで、X-Men 97シリーズのサイクロプス箱の中から救出できたんですけれども、まあ、ヒロアケッチ君がなんでこれね、レモン牛乳系の関東レモンのお土産いっぱい入れてくれたかというと、このね、X-Men 97シリーズの、まあ、このウルヴァリンもそうなんですけど、フィギュアのね、コスチュームのカラーのことを僕がレモン牛乳の色って前からよく言うんですよね。これが当時のやつで、これとかと同じ色を今回のシリーズのフィギュアも再現してくれてて、まあ要は昔のフィギュアって最近の X-Men 系のフィギュアの黄色のカラーより薄いんですよね。淡いイエロー。で、それをちゃんとフィギュアの方もね、レトロな感じを再現してくれてまして、そのカラーが非常にこの関東レモンの薄い黄色の色合いに似てるので、僕はこれのことをずっとねレモン牛乳みたいな黄色と言っていたので、それに関連付けてたくさんお土産を入れてくれたという茶番ですね。はい、ということで、まあ、茶番はここまでにして、今からこのサイクロプスのフィギュア開封レビューしていきたいと思います。はい、ではレビューしていきます。まずはパッケージから見ていきますが、こちらのシリーズは X-Men 97のアニメーテッドのシリーズですね。
で、こんな感じでレトロパッケージをオマージュしていて、非常におしゃれでかっこいいパッケージになっていますが、アニメの方もちょうどディズニープラスで配信が始まって、まだ、最初の方ですけれども、かなり評判いいですよね。とても面白いアニメになっていまして、なのでこのフィギュアもね、すごく人気が出るんじゃないかなと思います。このジムリー版っていうコスチュームのサイクロプスですが、僕が YouTube を始めたかなり初期、6、7年前に、ウォーロックシリーズっていうシリーズで、やっとね、コミック版のフィギュアが発売して、それをレビューした記憶がありますけれども、まあ、その後もコミック版とかアニメーテッド版で何回か発売しての97のシリーズなんですけれども、まあ、まずね、パッケージの良さと、さらには今回オプティックブラストのエフェクトパーツがついているのと、それ専用の発射している時の顔のパーツまでついているということで、まあ、これも決定版になり得るようなね、かなりかっこいいフィギュアになっていますね。で、後ろ側見ていきます。今回のこのサイクロプスがラインナップされている6種類は X-Men 97シリーズの第2弾ですね、ウェーブ2になっています。以前レビューしたガンビットやウルバリンが第1弾ですね。で、今回このサイクロプスはトイザラスで発売したハズブロジャパンが輸入代理のものを買っているんですけれども、このエクスキューショナーとゴブリンクイーンもアミアミというお店で僕予約してまして、そっちは輸入元がトイサピエンス等のホットトイズジャパンなんですよね。ホットトイズジャパンの方がなんと発売延期してまして、本当は3月発売だったんですけれども、4月下旬になるということで、トイザラスだったらこれも普通に売ってるのに、輸入元が違くなるとなぜか1ヶ月以上遅れるっていう意味わからん現象が、まあ、毎回起きるんですけど起きてまして、ちょっとねこの2体まだ届いてませんので、本来はこの3体でレビューしようかなと思ってたんですけど、ちょっと届いてないので今回はサイクロプスだけレビューさせていただきます。でね、だんだんジーン・グレイも欲しいなと思ってきたので、まあ、もし買ってたらこの3体でね、あの今後、まあ、1ヶ月後ぐらいになってしまうかもしれませんが、レビューしようとは思っております。はい、ということで今から開封していきます。で、以前ウルヴァリンレビューした際にもご紹介したんですけれども、こういうねおしゃれなパッケージ、やっぱパッケージのまま取っておきたいっていう方もいると思いますし、開封したいっていう方もいると思うんですけど、まあ、昔90年代のねアメトイブームの頃とかに、流行った開け方で、あのマニア開けっていうのがあって、まあ、要はこのブリスターパッケージならできる方法なんですけど、ここの下の部分とか横の部分だけカットしてパカッと開けて中のフィギュアを出して戻せる、綺麗に戻してパッケージでも飾れるようにするっていう開け方があって、まあ、結構知ってる人は知ってると思うんですけど、以前紹介した時に初めて見たっていう方もコメントとかでねいらっしゃったので、ちょっとそれもまた紹介していきます。とりあえずカッターとかデザインナイフでこの下の部分のこの辺だけ切っていきます。カットしたらこんな感じでね開けれるようになりますね。ここと下を切った感じでパカッと開くので、ここから中のパッケージをズズッと出すことができるようになると。で、さらにまたここからねスッと戻して、まあ結構反発力があるんで下から出てきたりもしないので、また戻してそのまま壁にかけて飾ったりとか保管できるっていうので、まあ、マニア開けっていうね、開封したい人とパッケージのまま取っておきたい人、どっちの利点も活かせる開け方っていうのがあるので、まあ、知らない人はねぜひ参考にしてもらえればと思います。ということでサイクロプスのフィギュアの内容ですが、フィギュア本体とあとはオプティックブラスト発射シーンを再現できるヘッドパーツとエフェクトが付属しています。これがね今回の目玉ですね。あとはハンドパーツ1セットとオプティックブラスト用の1個、左手ですね。こちらが付属している感じです。ということで今からフィギュア出して見ていきます。サイクロプス開封するとこんな感じ。めちゃくちゃいいですね。まあ、やっぱりサイクロプスといえば日本だとこの髪の毛が出ているジムリー版っていうねコスチュームがアニメに出てきたサイクロプスですので印象が深くて、好きな方もね多いと思うんですけれども、まあ、現代風にまたアップデートされて再現されていてめちゃくちゃかっこいいですね。その6、7年前に発売したコミック版のマーベルレジェンドの方も非常に素晴らしかったんですけれども、まあ、今回ね X-Men 97バージョンということで、まあ、素体も新しくなっていますし、顔の方とかもね新規造形で新しくなっているので非常に素晴らしいと思います。ちょっとね顔いいなと思ったのが、口が少しねニヤッとニヒルな感じで笑っていて、そこが
またね、サイクロプスの性格をちょっと表したような表情になっていて素晴らしいですね。髪型とかもちゃんと造形で再現されているんですけれども、コミック版のフィギュアよりこう髪の造形が甘いというか、ちょっとデフォルメされた感じになっているのもアニメっぽい感じでいいですよね。これは本当に素晴らしいフィギュア、決定版になりうる感じだと思います。こちらが昔レビューしたコミック版のサイクロプスのフィギュアですが、こう並べてみるとね、だいぶ違いがあるのがわかりますね。まずはそのレモン牛乳のような感じの黄色のカラーリングが印象的ですが、素体のサイズ感がかなり違いますよね。こっちのサイクロプスは当時の名作素体であったバッキーキャップ素体を使っているんですけれども、今回のねサイクロプスよりマッシブでボリューム感がアップしているので、ちょっとね大きくなってますね。かなりムキムキでこのニヒルな表情なので、ちょっと怖いなっていうぐらいマッチョになっている印象があります。でその他は、コスチュームのデザインパッと見はほぼ一緒なんですけれども、昔の素体の方はちゃんとね別パーツでこう被せてつけてくれてたんですけど、この太もものパーツがめちゃくちゃ外れやすいとか、まあ、稼働の時にかなり干渉するとか、ちょっとね不満点もあったりはしたんですけれども、今回はその辺が全てアップデートされてますので、ちょっとそこを詳しく見ていきたいと思います。今回のサイクロプスね、まずこの肩にかかっているコスチュームのねパーツですけれども、ちゃんと別パーツで体につけてはありますが、ここでしっかりね分割されてるんですよね。パッと見つながってるように見えるぐらい自然ですけど、稼働の時に干渉しないようになっている作り、ここほんと素晴らしいですね。そして以前は外れやすかったこの太もものパーツは、これも別パーツではめ込んであるんですけれども、そこのつなぎ目の部分がロールになっているので、まあ、もう外れない仕様になっていますし、見た目も損なわれないようになっていると。でこのブーツの部分ですね、ここもロールのところで切り替えにして別パーツにしているので、やはり見た目が損なわれないようになっていると、かなり計算されたコスチュームのね作りになっていて、本当に今回ね素晴らしいフィギュアだなと思います。付属品は先ほどついていた開き手のハンドパーツから、まずはこの握り拳のハンドパーツに変更しています。これもねまたつけるとこう表情が変わるような感じでいいですね。そしてヘッドパーツ、こちらですね、オプティックブラストを発射している表情のヘッドパーツですね。まずはこのヘッドパーツ自体もこの歯を食いしばったような表情、めちゃくちゃかっこいいですよね。こっちもかなりクオリティの高いヘッドパーツになっておりますが、ちょっとねどうしても目のバイザーのところにエフェクトパーツをつける穴が開いてしまっているので、これ単体で見るとちょっと変な感じにはなってしまいますね。でそこにこのエフェクトパーツを差し込んで使うような感じです。エフェクトをつけてハンドパーツをこの発射ポーズに変更するとこんな感じ、めっちゃかっこいいですね。これはいいな、すごいビームが出てる感じがね再現されていて本当に素晴らしいですね。可動範囲もかなり優秀なので、こんな感じで空に向けて上空にね打ってるようなポーズにしたりと、かなりいろいろ遊べそうなエフェクトですね。これはね今までのジムリー版のサイクロプスにはついてなかったパーツなので本当に最高ですね。まあ、欲を言えばやはり外した状態でも普通にね見れるようなバイザーのパーツとか、まあ、ここにはめ込むようなエフェクトとか何かしらついてたらもうちょっとね良かったかなと思うんですけど、まあマーベルレジェンドの価格帯ですのでね、そこまで言うのはちょっと要求しすぎかなっていう感じもするので、まあ、このエフェクトがついてくれただけでね本当に素晴らしいと思います。まあ、稼働範囲はかなり優秀に作られているので、ちょっとねいいポイントだけ紹介していくと、まあ、まずは肩にこの引き出し関節がしっかりついているので手の稼働はめちゃめちゃ優秀ですね。そしてこの辺のフィギュアも全部ピンレスって言って、ここに穴が開いていないね、それを隠した造形面でも素晴らしい稼働範囲になっているので、こんな感じで二重関節しっかりと曲がりますが、毎回言うんですけどこのピンレスになってからのシリーズは関節が非常に硬いです。癒着というより多分設計上の問題で一回ね固まってしまってると思うので、どうしても動かない際とかは無理やり動かさない方がいいと思います。お湯につけたりとかドライヤーで温めたりして一回ね柔らかくしてから動かさないと壊れる可能性があると思うので、今回のサイクロプスはそこまで硬くなかったですけど、この膝ですね、膝の方のこの辺とかかなり硬い部分もあったので、
まあその動かす際だけちょっとこのシリーズはね気をつけた方がいいかなと思いますが、関節の可動部、先ほど言った目立たないように設計してくれてたり、ピンレスだったり引き出しもちゃんとついてたりと、本当に優秀なフィギュアになっているんじゃないかなと思います。同じ X-Men 97シリーズのウルバリンとガンビットですね、一緒に並べるとこんな感じです。本当にね、身長差みたいのもしっかり全部再現されていていい感じですよね。そしてやはりウルバリンと同じくレモン牛乳のようなこういうね淡い黄色のカラーリングで統一されているのも、こう集めた時にねしっかり統一感が出て素晴らしいと思います。やっぱりこの X-Men 97シリーズね、どれもかなりクオリティ高くて気に入っているので、このラインナップね、早くこのエクスキューショナーとゴブリンクイーンも届いてほしいんですけど、改めてやっぱりジーン・グレー欲しくなってきましたね。あとは買う予定がなかったマグニート、これもねめちゃくちゃかっこいいですし、ナイトクローラーは僕トイビズ版をすごい気に入っていてずっとそれを飾ってるんですけど、まあ、新しいやつもねちょっと気になってきましたね。とか言ってるうちになんか全種類買ってしまいそうなぐらい本当に素晴らしいシリーズだなと思いました。はい、ということで今回は X-Men 97シリーズのマーベルレジェンドサイクロプスレビューしていきましたが、このエフェクトがねやっぱりめちゃくちゃ素晴らしいですよね。まあ、最近出たサイクロプスのレジェンドの中では一番すごいフィギュアだと思うので、まあ、購入を迷われている方にはね非常におすすめなフィギュアになっていると思います。そしてねアニメの方も素晴らしいので、まあ、X-Men 97見てファンになった方とかもぜひ手に取ってほしいフィギュアじゃないかなと思います。でね、フィギュアとは関係ありませんが、色のつながりだけでしたが、後ろに並んでるレモン牛乳のお菓子とかもね、すごく美味しいので、まあ、あとはね、そのレモン牛乳自体がすごい美味しいので、たまに他県でも売ってるの、こっちのね、香川県でもなんかスーパーとかにあるのにたまに見かけたことあるんで、ぜひ気になる方は飲んでみてほしいのと、お菓子も食べてみてください。あとはね、このドレッシングに関しては謎です。その前に買ったレトルトカレーはめちゃくちゃまずかったので、こういうちょっと怪しいやつは僕の方から何とも言えません。はい、関係ありませんが。あとは今回のね、X-Men 関連のフィギュアで言うと、マーベルレジェンドの X-Men 系のフィギュアの未開封のものが何体か溜まってきたので、まあ、そういったものの開封動画も今後アップできればなと思っておりますので、ぜひね、動画アップされたらご覧いただければと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャップルでした。